東野選は、中華人民共和国の政治家、外交官、中国共産党中央委員、外交部長、国務委員を歴任した、中日友好協会会長を務める。1938年1月17日に、チャンス省鎮公県に誕生する。1955年から1958年まで、上海副担大学外文系英語学科で学び、 1958年には、北京大学東洋語系日本語学科に移り、1962年に卒業した。1962年から1964年まで、放送事業局体外部日本語係で働き、1964年から1969年まで、外交部翻訳隊で翻訳に携わった。 文化大革命により1969年から1970年にかけて外交部57幹部学校に開放されている。1970年には復権し、対外友好協会副所長、日中友好協会理事に就任。1973年11月、中国共産党に加入。1978年、中日大使館第2秘書となり、 後に第一秘書に昇格。1983年に中央国家機関外事政党、工作指導少数弁公室副主任。1985年に外交部アジア局副局長を歴任した。1988年、中日大使館公式級参時間として来日し、後に公私に昇格。1991年、外交部部長補佐官。 1993年、外交部副部長。1997年9月の第15回党大会において、党中央委員に選出。1998年に、先期審の公認として外交部長に就任した。1999年の台湾大地震の際に、我が国の一部である台湾省と発言し、中華民国の反発を引き起こした。2001年には、 靖国神社問題への対応に関する田中牧子外務大臣との会談についてやめなさいと言命しましたと語り一部から傲慢や内政干渉との批判を受けた言命に当てる字が言命か言命なのかについては判断が分かれるところである2002年11月の第16回党大会において中央委員に再選2003年国務委員に昇格し 李朝生が公認の外交部長に就任した。2004年、中国国際関係学会会長。2005年に中国を訪問中の衆議院議員、野田武史元自治大臣は、北京での党との会談で、日中関係の改善は小泉首相に期待しないと党が明らかにしたことを指摘し、安倍晋三官房長官は、同発言について指導者としては、 不適切な発言と抗議した。2005年2月に北朝鮮が核保有国宣言を行うと、同年7月には、古近東総書記の特別代表として包丁し、近正日総書記と会談。また、2006年10月に北朝鮮が核実験を行った際も、直ちに主席特別代表の資格で包丁し、近正日との会談では、 白際実験の自制トルク過酷協議の再開を強く呼びかけた。2007年10月第17回党大会において中央委員を退任した。2008年2月20日に主要期国務委員総理に同行した2000年10月以来約7年4ヶ月ぶりに訪日。同年3月17日の全国人民代表大会で引退した。2009年に 中日友好協会名誉顧問、2010年に第五期新中日友好21世紀委員会主席委員を務めた。2012年3月15日に中日友好協会会長に就任した。1970年代初めまでの外交部翻訳隊及び対外友好協会勤務中には放中した日本人の通訳を務め、柴良太郎や有吉沢子などと面識があったため、 街道を行くや、有吉沢子の中国レポートなどの著作にも登場している。また2011年に、温家宝国務院総理の要請で実現した、北京公演のために、中国を訪問した、日本のアイドルグループであるスマップと、人民大会堂で会見し、メリー北川や飯島みちも立ち会った。15回中央委員会委員。 候補委員名単16代選出198名中央委員、文孔一、核保有宣言の衝撃と6カ国協議の進展2005年の朝鮮民主主義人民共和国、アジア同行年報2006アジア経済研究所2006年75ページ、文孔一、核実験の実施と6カ国協議の再開2006年の朝鮮民主主義人民共和国、 アジア同行年報2007アジア経済研究所2007年69.81ページ松本春今池日、調和の取れた社会実現への模索2006年の中国アジア同行年報2007アジア経済研究所2007年143ページスマップ東河川元国務委員と会見人民大会道中国網